中国国民党左派の要人で、陳・キミを率いる、階層派の中心人物の一人、名は張林。当初、字は、夢良だったが、後に、もう余ると改め、これが、一般に知られる。筆名は、高村悠の。1905年、北京薬学館に入る。翌年、ドイツに留学し、ベルリン大学で、政治学、経済学を学んだ。1910年、 中国同盟会に加入し、翌年に帰国して、侵害革命にも参加している。1916年、国立北京大学教授となり、その後、文科特文系主任、法科経済系主任、教務長を歴任した。1924年、中国国民党北京特別指導部、光カ主任となる。翌年12月、国立関東大学校長となった。 1926年1月、国民党第2期中央執行委員権候補、軍艦学校政治講師となり、7月には党中央政治会議委員となる。10月、国立中山大学委員会副主任に任ぜられた。1927年3月、党中央政治委員会委員に選出され、武漢国民政府で要職に就く。武漢では、党中央宣伝部部長、 韓国、中央日報社長、国民政府教育部長、中央軍港部官文高等代表代理などを兼ねた。1928年夏、王朝名を支持する国民党左派の重鎮、陳君広が国民党会祖同司会を結成すると、小竹氏もこれに参加し、反省解析の政治活動を展開していく。そのため、翌年3月の国民党、 第3回全国代表大会において、子は将来から投石停止3年の処分を受けてしまうが、上海で創刊した雑誌、前進などで反省の言論活動を継続している。1930年における反省派による北平拡大会議にも参加した。 満州事変勃発後の大同団結に伴う1931年11月の国民党第4回全国大会において、小竹氏余りは党籍を回復し、中央執行委員、中央政治会議委員に任ぜられた。さらに、翌年3月には国民政府鉄道部部長に就任する。1935年12月、東大後期中央執行委員に当選し、 さらに国民政府交通部長に転じた。日中戦争勃発後の1938年6月には、小竹し余りは国民賛成会賛成員に当選し、さらに国民党中央宣言部部長に帰り咲いた。同年12月、重慶脱出直前の王朝名を帰り見は、説得して本意させようとしたがならず、ついに大派と決別した。1941年7月、 国立中央大学校長に任せられる。1943年2月、三民主義青年団、第一期中央団部指導員となり、1945年5月には、国民党、第六期中央執行委員に当選した。国境内戦の間の1948年2月、国民政府顧問となり、5月、行政委員副委員長に指名されたものの、実際には就任しなかった。 1949年4月より香港に移り、雑誌、大道を創刊している。後に、米国カリフォルニア州に移住し、中国研究センター顧問などを務めた。1969年に台湾へ移り、相当不死生となっている。1972年6月25日、台北市にて病没。去年85、ありがとうございます。